言えば言うほど人は私を信じてくれません。会う人会う人、みんな私を警戒いたします。ただ懐かしく顔を見たくて訪ねていっても、何しに来たというような目つきでもって迎えてくれます。たまらない思いでございます。もうどこへも行きたくなくなりました。すぐ近くのお湯屋行くのにもきっと日暮れを選んでまいります。誰にも顔を見られたくないのです。真夏の時分にはそれでも、夕闇の中に私の浴衣が白く浮かんで恐ろしく目立つような気がして死ぬほど当惑いたしました。昨日今日めっきり涼しくなって、そろそろセルの季節に入りましたから、早速黒地の一重に着替えるつもりでございます。こんな身の上のままに、秋も過ぎ冬も過ぎ春も過ぎ、またぞろ夏がやってきて、再び白地の浴衣を着て歩かなければならないとしたなら、それはあんまりのことでございます。せめて来年の夏までにはこの朝顔の模様の浴衣を臆することなく着て歩ける身分になっていたい。縁日の人混みの中を薄化粧して歩いてみたい。その時の喜びを思うと、今からもう胸がときめきいたします。盗みをいたしました。それに違いはございませぬ。いいことをしたと思いませぬけれども、いいえ、初めから申し上げます。私は神様に向かって申し上げるのだ。私は人を頼らない。私の話を信じられる人は信じるがいい。私は貧しい下駄屋の、それも一人娘でございます。夕べお台所に座ってネギを切っていたら、裏の腹っぱで姉ちゃんと泣きかけて呼ぶ子供の声が哀れに聞こえてきましたが、私はふっと手を休めて考えました。私にもあんなに泣いて慕って呼びかけてくれる弟か妹があったならば、こんなわびしい身の上にならなくてもよかったのかもしれないと思われて、ネギの匂いのしみる目に熱い涙が湧いて出て、手の甲で拭いたら一層ネギの匂いに刺され、後から後から涙が出てきて、どうしていいかわからなくなってしまいました。あのわがまま娘がとうとう男狂いを始めたと神結さんのところから噂が立ち始めたのは、今年の葉桜の頃で、なでしこの花やあやめの花が縁日の夜店に出始めて、けれどもあの頃は本当に楽しゅうございました。水野さんは日が暮れると私を迎えに来てくれて、私は日の暮れの先からもうちゃんと着物を着替えてお化粧も済ませ、何度も何度も家の門口を出たり入ったりいたします。近所の人たちはそのような私の姿を見つけて、それ下駄屋の咲子の男狂いが始まったなど、そっと指差しささやき交わして笑っていたのが、後になって私にも分かってまいりました。父も母もうすうす感づいていたのでしょうが、それでも何にも言えないのです。私は今年24になりますけれども、それでもお嫁に行かずお婿さんも取れずにいるのは、うちの貧しいゆえもございますが、母はこの町内での顔利きの地主さんのお目かけだったのを、私の父と話し合ってしまって、地主さんの恩を忘れて父の家へ駆け込んできて、間もなく私を産み落とし、私の目鼻立ちが地主さんにもまた私の父にも似ていないとやらで、いよいよ世間を狭くし、
一時はほとんど日陰者扱いを受けていたらしく、そんな家庭の娘ゆえ縁遠いのも当たり前でございましょう。もっともこんな器用ではお金持ちの家族さんの家に生まれてみてもやっぱり縁遠い定めなのかもしれませぬけれど、それでも私は私の父を恨んでいません。母をも恨んでおりませぬ。私は父の実の子です。誰が何と言おうと私はそれを信じております。父も母も私を大事にしてくれます。私も随分両親をいたわります。父も母も弱い人です。実の子の私にさえ何かと遠慮をいたします。弱いおどおどした人をみんなで優しくいたわらなければならないと存じます。私は両親のためにはどんな苦しい寂しいことにでも耐え忍んでゆこうと思っていました。けれども水野さんと知り合いになってからはやっぱり少し親孝行を怠ってしまいました。申すも恥ずかしいことでございます。水野さんは私より5つも年下の商業学校の生徒なのです。けれどもお許しください。私には他にしようがなかったのです。水野さんとは今年の春、私が左の目を患って近くの名車へ通って、その病院の待合室で知り合いになったのでございます。私は一目で人を好きになってしまうたちの女でございます。やはり私と同じように左の目に白い眼帯をかけ、深い毛に眉を潜めて、小さい辞書のページをあちこち食って調べておられるご様子は大変おかわいそうに見えました。私もまた眼帯のためにうつうつ気がうして、待合室の窓から外の C の若葉を眺めてみても、C の若葉がひどい陽炎に包まれてメラメラ青く燃え上がっているように見え、外界のものがすべて遠いおとぎ話の国の中にあるように思われ、水野さんのお顔があんなにこの世のものならず美しく尊く感じられたのも、きっとあの私の眼帯の魔法が手伝っていたと存じます。水野さんはみなしごなのです。誰も親身になってあげる人がないのです。元はなかなかの薬種問屋で、お母さんは水野さんが赤ん坊の頃に亡くなられ、またお父さんも水野さんが12の時にお亡くなりになられて、それからうちが行けなくなって、兄さん2人、姉さん1人、みんなちりぢりに遠い親戚に引き取られ、末子の水野さんはお店の番頭さんに養われることになって、今は商業学校に通わせてもらっているものの、それでも随分気詰まりな寂しい一日を送っておられるらしく、私と一緒に散歩などしている時だけが楽しいのだと、ご自分でもしみじみそうおっしゃっていたことがございます。身の回りについてもいろいろとご不自由なことがあるらしく、今年の夏お友達と海を泳ぎに行く約束をしちゃったとおっしゃって、それでもちっとも楽しそうな様子が見えず、かえって打ちしおれておられて、その夜私は盗みをいたしました。男の海水着を一枚盗みました。
町内では一番手広く商っている大丸の店へすっと入っていって、女の簡単服をあれこれ選んでいるふりをして、後ろの黒い海水着をそっと手繰り寄せ、脇の下にぴったり抱え込み、静かに店を出たのですが、二三軒歩いて後ろから、もし、もしと声をかけられ、わーっと大声発したいほどの恐怖に駆られて、キチガイのように走りました。ドボーという太いわめき声を後ろに聞いて、ガンと肩を打たれてよろめいて、ふと振り向いたら、ピシャンと頬を殴られました。私は交番に連れて行かれました。交番の前には黒山のように人がたかりました。みんな町内の見知った顔の人たちばかりでした。私の髪はほどけて、浴衣の裾からは膝小僧さえ出ていました。浅ましい姿だと思いました。おまわりさんは私を交番の奥の畳を敷いてある狭い部屋に座らせ、いろいろ私に問いただしました。色が白く細面の27、28のいやらしいおまわりさんでございました。一通り私の名前や住所や年齢を尋ねて、それをいちいち手帳に書き取ってから、急にニヤニヤ笑い出して、今度で何回目だねと言いました。私はぞっと寒気を覚えました。私には答える言葉が思い浮かばなかったのでございます。まごまごしていたら、これは牢屋入れられる、重い罪名を負される、何とかしてうまく言い逃れなければと、私は必死になって弁解の言葉を探したのでございますが、何と言い張ったらよいのか、五里夢中をさまよう思いで、あんなに恐ろしかったことはございません。叫ぶようにしてやっと言い出した言葉は、自分ながら無様な唐突なもので、けれども一言言い出したら、まるで狐に疲れたように止めどもなくおしゃべりが始まって、なんだか狂っていたようにも思われます。私は悪くないのです。私は24になります。24年間私は親孝行いたしました。父と母に大事に大事に仕えてきました。私は何が悪いのです。私は人様から牛の指一つされたことがございません。水野さんは立派な方です。今にきっとお偉くなるお方なのです。それは私に分かっております。私はあのお方に恥をかかせたくなかったのです。お友達と海へ行く約束があったのです。人並みの支度をさせて海へやろうと思ったんだ。それがなぜ悪いことなのです。私はバカです。バカなんだけれど、それでも私は立派に水野さんを仕立ててご覧に入れます。あのお方は上品な生まれの人なのです。他の人とは違うのです。私はどうなってもいいんだ。あの人さえ立派に世の中へ出られたら、それでも私はいいんだ。私には仕事があるのです。私を牢入れてはいけません。私は24になるまで何一つ悪いことはしなかった。弱い両親を一生懸命いたわってきたんじゃないか。いや、私を牢入れてはいけません。私を牢入れられるわけはない。24年間勤めに勤めて、そういったたった一瞬ふっと間違って手を動かしたからって、それだけのことで24年間、いいえ、私の一生をめちゃめちゃにするのはいけないことです。間違っています。私には不思議でなりません。一生のうちたった一度、思わず右手が一尺動いたからって、それが手癖の悪い証拠になるのでしょうか。あんまりです。
の二三分の事件じゃないか。私はまだ若いのです。これからの命です。私は今までと同じように辛い貧乏暮らしを辛抱して生きていくのです。それだけのことなんだ。私は何も変わっていやしない昨日のままの幸子です。改正儀一つで旦那さんにどんな迷惑がかかるのか。人を騙して千円二千円絞り取っても、いいえ、人信頼潰してやって、それでみんなに褒められているとさえじゃございませんか。牢は一体誰のためにあるのです。お金のない人ばかり牢を入れられています。私は棒取りだって同情できるんだ。あの人たちはきっと他人を騙すことのできない弱い正直な性質なんだ。人を騙していい生活をするほど悪賢くないから、だんだん追い詰められて、あんな馬鹿げたことをして2年3年を強奪して、そして5年も10年も牢へ入っていなければいけない。おかしいおかしいなんてこった。ああバカバカしいのね。私はきっと狂っていたのでしょう。それに違いございません。おまわりさんは青い顔をしてじっと私を見つめていました。私はふっとそのおまわりさんを好きに思いました。泣きながらそれでも無理して微笑んでみせました。どうやら私は精神病者の扱いを受けたようでございます。おまわりさんは腫れ物に触るように大事に私を警察署へ連れて行ってくださいました。その夜は留置場へ止められ、朝になって父が迎えに来てくれて、私は家へ帰してもらいました。父は家へ帰る途中、殴られはしなかったかと一言そっと私に尋ねたきりです。他には何にも言いませんでした。その日の夕刊を見て、私は顔を見えまで赤くしました。私のことが出ていたのでございます。万引きにも三分の利、変質の左翼少女とうとうと美子麗句という見出しでございました。恥辱はそれだけではございませんでした。近所の人たちはうろうろ私の家の周りを歩いて、私も初めはそれが何の意味か分かりませんでしたが、みんな私の様を覗きに来ているのだと気づいた時には、私はわなわな震えました。私のあのちょっとした動作がどんなに大事件だったのか、だんだんはっきり分かってきて、あの時私のうちに毒薬があれば私は気楽に飲んだことでございましょうし、近くに竹やぶでもあれば私は平気で中へ入っていって首をつったことでございましょう。二三日の間、私の家では店を閉めました。やがて私は水野さんからもお手紙をいただきました。僕はこの世の中で咲子さんを一番信じている人間であります。ただ咲子さんには教育が足りない。咲子さんは正直な女性なれども
環境において正しくないところがあります。僕はそこの箇所を直してやろうと努力してきたのであるが、やはり絶対のものがあります。人間は学問がなければいけません。先日友人と共に海水浴に行き、海浜にて人間の向上心の必要について長いこと論じ合った。僕たちは今に偉くなるだろう。咲子さんも以後は行いを慎み、犯した罪の万分の一にても償い、深く社会に陳謝するよう。社会の人、その罪を憎びて、その人を憎まず。水野三郎。毒も必ず焼却のこと、封筒も共に焼却してください。必ず。これがその手紙の全文でございます。私は水野さんがもともとお金持ちの育ちだったことを忘れていました。針のむしろの一日一日が過ぎて、もうこんなに涼しくなってまいりました。今夜は父が、どうもこんなに電灯が暗くては気がめいっていけないと申して、六十間の電球を50色の明るい電球と取り替えました。そうして親子三人、明るい電灯の下で夕食をいただきました。母は、ああ、まぶしいまぶしいと言って、お箸持ってお額にかざして、大変ウキウキはしゃいで、私も父にお酌をしてあげました。私たちの幸せは、所詮こんなお部屋の電球を変えることくらいのものなのだ、とこっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなにわびしい気も起こらず、かえってこのつつましい伝統を灯した私たち一家が、ずいぶんきれいな走馬灯のような気がしてきて、ああ、のぞくならのぞけ、私たち親子は美しいのだ、と、庭に鳴く虫にまでも知らせてあげたい、静かな喜びが、胸にこみ上げてきたのでございます。Thank you.